いつも通りビーフエキャンプ場です。さっき曇ってたのに晴れたね。最高だ。湿度高め、最近結構雨が多いね。続いてるね、ここでいいかい。ここにしよっか。今日は新幕初張りですから、いい場所で立ちたいね、横にだよね。横にだよね、え、縦じゃない？横か。縦だったら抜けなくない？確かに。初めての横張り。初張りの動画はもう前回の動画で上がってますんで、あ、そうですね、はい、ご覧ください。はい、立て終わりました。かっこいいね。設営の初張りの方の動画ではお伝えしたんですが、名前がアルルに決まりました。念願のアルニカ。アルニカですよ。夢叶いました。信じられない夢みたいだ。ずっとね、変えないで3年ぐらい経ったのかな。で、やっとなんか A&F で購入できるようになったね。それで今回購入してゲットすることができました。皆さんが教えてくれたおかげです。そう、ね、何人もの方が DM とか YouTube のコメントとかで教えてくださってね、本当にありがとうございます。私が今中身を作る間に、ケンが防水スプレー、虫除けスプレーをかけて、そこで乾杯します。なんかこれ買った、なんかテント用のロゴスのやつ。虫除けにもなる、防水スプレー、今乾杯しようと思ったんですけど、事件発生しました。どうしたの？え？嫌な状況です。え、何？漏れた？うわ、カツオのたたき？多分ね、醤油？醤油。いや、醤油のボトル横にして入れたじゃん。危ないなって思ったんだけど、うわ、蓋って確認すればよかったね。ちゃんとなってたんだけど、垂れたんだろうね、隙間からじわじわ。臭。醤油は絶対横にしちゃいけないね。最悪だ。キンキン。ちょっとね、醤油少しだけついちゃったんだけど。うわ、うまいよ今日は。いや、なんかそれ見てるだけでも気持ちいい。湖に足突っ込みたくない ね。靴下脱ぐか。暑くて脱ぎなさい。うう、背景がいつもと違いますね。うわ、それでは念願のアルニカ開封式、そして今後のアルニカの末永い健康を祈って乾杯。最高、最上級。今日めっちゃぬるぬるだ。これが大好きなんだよね。最近忙しかったもんね。お疲れ様でした。乾杯した。言えてないよ。お疲れ様でしたも言えてない。いや、うわ、もう脱水だった。最高。いやー、楽しみだな、これからのキャンプライフ。うん、なんか家買ったみたいな気分だね。うん、マイホーム購入しちゃいましたね。めっちゃ幸せ。なんか友達とかともキャンプ来れるね。あの、道具持ってない友達とか。あ、そうだ、ケイトの友達ね、湖キャンプ行きたい行きたい言っててね。うん、連れてってあげないと。全然寝れるじゃん。うん、あ、インナーテン、あ、ペレーでいいんじゃん、中に。いや、それならさ、あれでいいじゃん、ワンティグリスで。ああ、そうだね、うん、ペレ
懐かしのペレ。ペレ暑いんだよね。今日はアルニカを立てるのにめちゃくちゃ時間かかって体力使うと思ったんで、うん、とりあえず好きなものを焼きます。毎回です。あ、でもちょっと締めとかあれだよね。うんうん。あ、そして俺一つやりたいメニューがあって、それもやるしね。あ、うん、あれ楽しみじゃない、うん、それ母ちゃんのやつでしょ。ケンのです。ケン、うん、が母親の味みたいな言ってる大好きな母ちゃんのメニューがあって、それを今日やってくれるらしいんだよ。とりあえず焼きますか、うん、何から焼く。牡蠣と焼き鳥を焼きながら、はい、枝豆を焼いて。あー、いいねいいね。あ、枝豆いいじゃん。枝豆先にやる。あ、でもこれ焼きながら、うん、焼きながらさ、焼きながらね、うん、お腹減って吐きそうだから。すいませんね、毎回マジで。俺らキャンプ飯をやらないんだろうな。ただのバーベキュー。いいの、別に好きなようにやる、うん、あとこのね、スーパーで売ってた上質な感じの冷凍焼き鳥。上質そうだね。うん、上質そうだよ。いやー、クーラーボックスの中の掃除か。いやー、なんか一番やっちゃいけないことかもね。一番テンション下がるよ。うん、最悪だ。うわー、焼き鳥いい感じよ、ケイト。焼けてきましたよ。あちちちち。うわ、うまそう。焼き鳥焼けたぞ。あ、食べよう食べよう。ビール入れるか。はい。ワイケイト、これめっちゃキンキンだ。これ飲んだ方がいいよ。醤油ついてる。え、醤油味じゃん。うわ、醤油味だ。醤油だよね。あ、醤油入ってる。醤油割り。冷えてる。冷えてる。ちょっと伸ばし、もうちょっとぬるいかも。うわぁ、冷えてるね。ちちち、いただきます。うん、うん、すごいね、ちゃんとしてるね、本格的。例えば、一人といえばさ、うん、言ったっけ、鳥貴族が言ったっけ。ああ、札幌に進出したんだよね。うん、うちら5年ぐらい前から、てか10年ぐらい前から鳥貴族に憧れてて。そうそう、東京行くたびに今日は鳥貴行こう鳥貴行こうって言ってんだけど、やっと札幌にできて、うん、あ、行かず結局そのまま行ったことはなく。そう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 、なんで行けなかったんだ俺。え、なんか東京にまで来て鳥貴族って弟に言われて。そうそうそう、私も弟は鳥貴族めっちゃ好きで、うん、よく行ってるらしいんだけど、うん、どこ行きたいって言われて、え、鳥貴族って言ったら、うん、いや、東京まで来てみたいな感じで言われて、結局なんか行かず、うん、行かずに終わっちゃってたね。で、札幌にできてから、ん、先月ぐらいか、札幌にできたから、ちょっと次、鳥貴族に飲みに行くっていう。だから鳥貴族徹底レビューみたいな。うん、ちょっと動画で、うん、需要ない。需要はないけど、行きたいからやる。うん、なんかさ、ずっとコロナでさ、はしご酒みたいなのとかもさ、やんなくなってさ、はいはいはい、なんか一番最初さ、YouTube 始めた時にさ、うん、朝まではしご酒みたいな番組あるじゃん。うんうんうん、さんまさんとか、あ、ところじょ、さんまさんだっけ、あれ誰の番組なんだろう。なんかその朝まではしご酒みたいな番組が、ところジョージさん。で、その後からつけたさんは、つけといた方がいいんじゃないかな。みたいなさんは何なの。ところさん、ところさんの、ところさんのやつじゃない。あのスタジオにいるのはところさんじゃない。あ、そうかも。で、現場で飲みに行く人はいろんな人がいるけど、うん、でその朝まではしご酒とかをもともとはなんか YouTube でちょっと2人ですすきので、うん、うまいところ5軒ぐらいはしごするやつ取りたくないって言ってたら、まあ、コロナでそんなん全然行けなくなったんだよね。やる？でしょ、やりたくない。めっちゃやりたい。すすきののさ、うん、美味しい居酒屋とかみんな見たいかもしれないじゃん。北海道のクオリティ知りたい人めっちゃいるかもね。なんだけど、なぜか1軒目取り行くっていう。逆に北海道の人が見たいかもしれない。確かに鳥貴族を5軒のうちどこかに。俺らが普段行くその居酒屋のコースとかがいいんじゃない。マジで朝までとか言ってけど、絶対もう2時間ぐらいでも終了でしょ。 あなた、私はもう最近12時超えれないからね。酔いが回るの早くなってるもんね、年々。あとはなんか本当に眠い。あ眠くなっちゃう。じゃあガーリック枝豆あります。たまに家で食べんだよね。これ美味しいよな。あ、こんなにニンニク入れるんだ。いや、ちょっと
りそうだったから切っちゃった。あ、家の冷蔵庫に結構長いこと眠ってたやつ。そう。いや今日はビール進みますね、ケイトさん。はい、やっぱ夏っていいね、気持ちいい。シンプルで美味しいんだよね。ちなみにごま油いい。いただきます。うん、美味しい。香ばしい。うまっ。めちゃくちゃしっかり味ついてる。これから。あ、どうも。あー、いい香り。いいね。これはお酒進む。なんでこんな味つくんだろう。皮の上からなのに。うん。なんかこの味を知るとさ、塩が物足りなくなるというか。癖になるね、このガーリック。くそ。このガーリックもずっとうまくない？うまい。おぉ、今日めっちゃ静かだな。ぬるぬるをみんなに見てもらうか。明日、晴れだったらね、よかったんだけど。皆さん、なんと今日、アルニカ初張り。明日、雨予報でございます。たっぷり防水スプレーかけときました。ちなみに、確かゼクちゃんを初張りした日も謎のゲリラ豪雨に見舞われたよね。巻き割りしてたらさ、うん、そうだ、ありえない雨降ってきてさ、うん、大変だったね。結局乾いたんだっけ。いや、覚えてないけど乾いたんじゃない。なんかそうだよね。わあ、マジでいい、マジでいいよ。この前さ、視聴者の方で、ヒヌマの方でさ、北海道に遊びに来てて、北海道の湖も次元違いますねって言ってたよね。うん、千葉に住んでる人でね、うん、いや、広大だよな、本当に。なんか道外の人が北海道褒めてくれるの嬉しいよね。うん、オーストラリアに留学してた頃さ、オーストラリアもすごい絶景スポットがたくさんあったじゃん。その絶景スポットを地元の人たちがすごい愛してる雰囲気漂ってたじゃん。なんか漂ってた、漂ってたじゃん、うん、それめっちゃいいなって思った記憶あんだよね、うん、俺らの故郷ってそういうとこあるかなみたいなのをね、考えた時があって、ゴールドコーストに行った時ね、まさにここじゃないかなって俺思ったんだけど。リフエ、うん、うん、オーストラリア人は多分小さい頃からこの景色を見て育ったみたいな感じで愛が深い感じしたんだけど、俺らはこの景色を見て育ったわけではないけど、それに近いものってなんだろうなって思った時にこれな気がする。落ち着くよね。うん、なんかこれ見て育ったわけじゃないのにさ。そうそうそう。ケイ、こっち大好き。ケイ食べる。ケイと家食べて。本当にまだケイの誕生日月だからな。ケイとの誕生日月はさ、ケイとがアピールするじゃん、すごい。でも俺の誕生日月の時はさ、なんかケイトが頑張ってくれるというか、俺の誕生日月だからっつっていろいろもてなしてくれる。俺は何も言ってないのに。ケイトは申し訳なさがあるんじゃない、多分。散々アピールしたしなみたいな。うん、楽しみだな、10月が。怖7、8、9、10。だから今年のケイトの誕生日はあれなんだか、 P だから、 P に行くんだろ。どっちの話。ふよは、でも、フーにも行くじゃん。フーのことは言ってないんじゃない、まだ。実は、P が2つあるんだよね。私の誕生日、私が全てもう計画をしまして、なんと、ふもとっぱらに。あ、言っていいの？行く計画を立てておりますが、はい、どうなるかは分かりません。キャンプ場に何泊かするじゃん。それ以外にキャンプだけではないから、普通のホテルとかも取らなきゃいけない。飛行機はまだ取ってないけど、そのホテルは取ったんだよ。ちょっと自分の誕生日に勝手に良さげな宿を押さえてしまいました。なんか6ヶ月前に予約すると安いみたいなのを見て、うん、勝手に予約して、予約完了メールが2人の共通のメールに届いて、うん、それがケンの誕生日の3週間ぐらい前だったんだよね、うんうん、でケンはてっきり自分の誕生日のホテルの予約だと思って、え、ケイト何ここ予約したのみたいな、なんかこうやって現れたんだけど私の前に。実は半年後の、いや恥ずかしいから、半年後の自分の誕生日の宿を私は予約してたの、うん、でタイトル、なんかメールの件名のとこに10月何日って出たのを気づいて、うん、えっと思ったよ。自分かいとか言ってさ怒ってたよね。
何してんのよとか言って、ごめんなんか早終わりだったからって自分の誕生日の宿はすでに予約してしまいました。それがちょっと一応ふもとっぱら周辺の宿。あ、近いんだ結構。いや、わかんない。でもあの辺の富士山が見えるもんね。見える宿で、うん、どうしてもそこに行きたくて、友達が行ってめっちゃ良かったって言ってたから。やっぱりね、茨城の時もそうだけど、キャンプだけじゃ結構ね疲弊するというか。もちろん、うん、だから間とか、まあ、最終日とかにね、1泊とか2泊ぐらい入れてるね。行きます。オフ会したくない。本当に行くって決まったら、うん、具体的な日付をインスタかなんかでお知らせして。オフ会やりたいね、マジでね。なんか、うん、え、どこ、え、そうなったら神奈川のとか、うん、斉藤夫婦さん家斉藤夫婦さん家に集合でお願いします私たちあっちにあの知り合いの居酒屋とかもないので、うん、斉藤夫婦さん家に集合をして、うん、合そこでちょっとみんなでわーいみたいなのをやろうかなと、はい、クレーム来るよ、本当クレーム来るよ。入場料無料で怒られる、太郎さんに怒られる、太郎吉に。太郎さん優しいからね。金太郎さんないっすよって言いながら笑ってる。今ケンが何かに似てるって話になって、クリボーめっちゃ似てる。めっちゃ似てるじゃん、クリボーじゃん、ケン。じゃ最近行けてないのよ、美容室。伸びてきてね、うん、キノコヘッズだよね。俺なんかキノコみたいだなって言うから、うん、ピノキオみたいじゃないって最初言うから、いやピノキオは可愛いから違うでしょって言ったら、いやそっちじゃないわ、あのほらあっちの方よ、あっちの方の茶色い方って踏まれる方よって、クリボーじゃん、めっちゃ似てるじゃんって言って。クリボーに似てる、ケンは。何の話、似てる、食べる、うまい。お隣さんからいただいたやつ、ローストビーフ、うまっ、めちゃくちゃうまい。ローストビーフいいね、うまっ。誰だろう、ここだけふさふさだ。みんな北海道民なのにさ、みんなキツネ来たら動画撮るんだね絶対みんな見たことあるのに。でも嬉しいよね、出会えたら。さっき鹿もいたけど嬉しかった。私も見たよ、もうすぐ管理棟の横で。そう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 、お茶してた。お茶お茶、うん、確かになんかリラックスモードだった。そうそうそう、うん、つって、ケンさんのお袋の味、はい、今から作ってくれるそうです。まだ全然食べれるでしょ。食べれます。じゃあ作りますよ。ロース薄切り、いいね。なんか後ろがさ、いいよ、アルニカがめちゃくちゃいいよ。映えるよな。ちょっと大きめでもいいっすかね。豚肉をこう2枚ちょっと重ねるようにして、大葉で、ズーチー、ズーチー、とろけるズーチー、めっちゃうまそうじゃん。めっちゃ美味しそう。しかも全然なんかお腹にたまらない感じの、だからいけるわと思うよ。巻いて、これで1個目終了だと思います。でかっ1枚のバージョンも欲しいな、その肉。あ、そうね、絶対うまいね、うん、1枚でいいね、全然。天すごい、もこみちみたいで、バッタ液っていうの作ったんだよね、うん、小麦粉大さじ2の卵1の水ちょっと、うん、これにくぐらせて、こんな感じで俺のやつ作ってたんだな。結構手間かかってるよ。ね、かかってるね。ケンがパク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 食べてる、食べて一瞬でなくすあれを、母ちゃんは
何分もかけて、ね、これマジでうまいのよ。いくよ、うん、いいねいいね、そそるね。 うわめっちゃいいね、おいしそう。結構早いか。うわめちゃくちゃいい香り、串揚げじゃん。夏に揚げ物きついかなと思ったけど、いや夜は結構涼しいからね、うん、意外といいよね。いい、だってその暑いからこそのさ、うん、辛いものとかも美味しいじゃん。はい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 、汗かく系のものとかって、うん、これはこれでいいんだよね。いいね、これもいいんじゃないかな。うん、うん、そう、いいね。真夏のクリスマスパーティーちょっと食べてみて。いただきます。この一大きいやつ、うん、うん、あの味、あの味、うまい、うん、真の味だ。うんうんうん、うん、うまっ、おいしい、おいしい、これこれ、アクアク、おいしい、全然いけるね、夏でも、ハクハク、懐かしいな、うん、じゃあポン酢つけてみる、うん、中に大葉が入ってるからポン酢の相性が良さそう、うん、うまい、全然もう味変やばい、すごい、真逆、うん、違うものみたい、おいしい。ずっとこの気候だったらいいのにな。ほんとね、ね、はあ、今トイレ行ったら、うん、ウサギがいた。ウサギ？シルエットが完全にウサギだった。ウサギもいるんだね。ウサギ見たい。キツネもいるし、タヌキもいるし、ウサギもいるし、いいやからな、うん、久々の焚き火だ、うん、あれ前回ケンの誕生日の時してないね。してないし、その前にいとこと行った時もしてないよね。そうだ、普通にバーベキュー食べただけだ、ね、うん、この巻き持ちいいね、うん、あ、なんかみんなもう中入るモードみたいだよ、ケン、うん、我々も入るかい、入るか、うん、中入るか、なんかさ、うん、これここで見れるよね、中からシェルターから。あー見えるね、うん、最高じゃない、窓広いからね。いや、なんて素晴らしいテントなんだろう。今までさ、うん、やっぱ中から外が見えないっていうのが結構雨の日とかには、うんうん、ちょっと狭いもんね、窓が。ゼクちゃんはまああれあれいいんだけど、うん、いや素晴らしい、今世紀最強のテントじゃんこれ、うん、ね、我が家にも来たのか、嬉しいな。また名前がいいよね、アルニカ、うん、アルル。じゃあ中入って入会しますか、うん、二次会です。快適すぎるんだけど、ちょっとやばいってこれ、もう多分温泉とか行かなくなるかもしれないなんか家より天井高くなる。それはないでしょキャンプってこんな快適だったっけ。みんなこんな生活してたの。ああ、かまぼこの人たち、うん、ツールームの人たち、うん、ツールームやっぱ1個あっていいかもね。すいませんでした。めんどくさいと思ってたよね。でもめっちゃ楽じゃん。え、なんなら今までのテントのどれよりも楽ぐらい楽じゃん。あの最近買ったワンティグリスとかと同じぐらいの速さじゃない、慣れれば、うん、重さね多分、うん、重いよね。インナーテントが引っ掛けるだけっていうのも結構好きかも。インナーテントのペグが結構大変だったんだよね。マジでいいわ。マジでいい、広
すぎる。でここお座敷にしたいな、秋ぐらいになってさ。けど、ど中心にすごい真っ黒い大物いる。虫かもしれないよ。ね、虫が歯に挟まるんですか。カメムシいるんだよね、あそこに。え、ここだからさ、地味に開いてるのかな。まあまあ、インナーテントの中が無菌だったら別に無菌室待ってクワガタいるんだけど待ってクワガタの裏側だ。クワガタいる。なんで男性って虫ダメでもクワガタは OK なのかがわからん。クワガタは大丈夫、かっこいい。光に寄ってきたのか。今楽しんでんだから。名刺の旅なんでだ。え、クワガタって夜行性だもんね。うん、テント噛むなよ。お乳なんだから。え、さっきと違うやつ来たんだけど。待って、ケイトめっちゃでかい。わー、うわっ、立派。え、なんなの、みんなアルニカが好きなの。好きなの。すごいね、寄ってくるんだね、光。まだ飲めんのあんた。もう明日起きる気ないね、うちら。っていうか、ケイト、起きなくていいんだよ。出なくていいんだ。うん、テントの外に出なくていいの。むくって起きればいいんだ。むくで OK。 最高じゃん。それなら起きれるわ。うん、全然起きる。それいつも思ってたんだよね、そうやってできたらなって。まあ、ゼクちゃんも、いや、角度がね、インナーテントの中のメッシュと、うん、ゼクちゃんのメッシュが噛み合わないんだよね。なんていうの。わかるわかる、ゼク M 持ってる人ならわかってくれる。あ、でもゼクちゃん専用のインナーテントの人は多分いけると思う。多くない？多くない？半分ぐらい入ってよ。おお、夏最高。どうした？酔っ払うなよ。今日はそういう気分、今週は忙しかった。ケイト頑張ったな。ケモが。ケイト偉いよ。うまそう。こっちですら結構濃いよ。うまい。天才だな、このテント考えた人。ねえ、すごいね。本当、生活を豊かにするよね。虫嫌いなのかな、ね、割と虫ちょっと無理みたいな人。で、めんどくさがりなんじゃない。ああ、俺らじゃん。ね、俺らじゃん、虫嫌いでめんどくさがり。かけたい、すぐかけたいし。で、ちょっと節約家なんじゃないか。安いじゃん、このテント。だって10万切ってるもんね。このクオリティでこの値段はありえない。ありえない、ありえない。だって今さ、テントってほんと30万とかするテントとかめっちゃあるよね。そんな中、これ10万円切ってますから。しかもさ、発売当初確か7万円ぐらいじゃなかった。そう、なんか 20% ぐらいアップしたんだよ、あの時買えてればね。まあでもね、まあまあしたから当分買いません、何も。いや、もう一生テントいらない。テントはもう一生、うん、今欲しいって思うやつないからね。ゼクちゃんとアルルとタイガーだけで。タイガーくん。タイガーくんだけで。気持ちいい。気持ちいいね。月も見えるんだ、中から。見える？ん？見えるでしょ、そのメッシュだからさ。うん、確かにね。いや、もう最高よ。ネギとかないもんね。いいか。切れば。いや、いいか。完成です。レイフ亭の油そば。え、酢入れた？やっぱ酢が入った方が美味しいね。うまっ、うまい。いただきます。うん、あ、海苔入れればよかったね。海苔あんの。海苔ある。海苔入れるか。うん、うんうんうん、海苔めっちゃ入れるね。海苔で巻く。絶対うまい。それゼクちゃん泣いてんじゃない、家で。かわいそう、かわいそう。
レクちゃん。でも仲良しなはずだ、うん、アルルとゼックは。親友だと思うよ。親戚でしょうだって。親戚。血つながってる。ケン寝室で立ってる。わお。素晴らしい。新しい匂いする。なんか着替えるのとかも大変だったよね、うん、そういえば。てか雨降ってない？なんか雨降ってるね。新幕なのに。いや最高。本当に買ってよかった。生活が変わりました。でもなんか出会うべくして今出会ったのかなって。なんかこれをさ2年前に手に入れてたら、うん、そんなにありがたみもなかったし。全ては運命なのか。いろいろあってここに来てよかったな。明日は早起きはしません。もうここから見ます。何時？4時ぐらい、うん、もう一回起きて様子見ます。雨降ってるね。ねえ、大事な日はいつも雨。これぐらいの雨じゃ全然。てか次から、次から雨キャンでも全然行く行こうって感じで行けるかも。いや確かに。例えば2泊3日キャンプするとして3日、雨でも行けるよね。ずっと室内にいろって言われても入れるよね。快適。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた。いや快適やな。ミルル、どうや？島、違う人の家みたいか。あんたの家なんだよ。ああ、波の音しないね。